で、一応その今日のタイトルはその個人は性善説、組織は性悪説っていうのにしたんですけど、その僕基本人間は性善説で大体説明できると思ってるんですよ、個人は。ただ、あの、組織になると、あの、大体小悪説になるんですよね。まあ、例えばその、あの、 とその東京大学を出てすげえ優秀な人たちが集まってるはずの財務省でもなんかあの書類改ざんしろっていう命令をして、まあ、の職員の人が自殺しちゃうみたいになってもでもなんかそんなこと知らねえし知ったことねえし勝手に死ん,なんじゃねえのみたいなことを言い出しちゃうみたいなのがあったりしてその要は組織まあ,あのコメントに書いてあるよりその組織の利益を最優先することが正しいということになっちゃうんですよ。 要はその組織自体が壊れちゃったら善悪もないよねっていうことになってなのでその本当に正しいこと間違ってることっていうのの前にまず組織の存続を継続させることがその僕らのやることだよねなのでその善とか悪とかを二の次にしましょうっていうのは組織はやりがちなんですよなのでそのあのまあ電通の人たちがなんでじゃあ開会式ぶっ潰したのかっていうとまああの金がねえと <laughs>。 なのでなんとかしてそのあの自分たちの利権を広げたいとなのでそのなんか電通の思惑をどんどん突っ込もうとしたとであのそのパソナグループっていうところがなんかあの要はあの人件費でなんかディレクターかなんかその開会式とかも含めてディレクターが日給30万円とか取ってるんですよねで日給30万円取って何かそこっちの,あの30%ぐらいあのパソナが抜くんですけど まあ、あのそのピンハネというよりもまあ30%引いてるんで3倍ピンハネなんですけどまあっていう感じでこういろんなところが金ぶっこものぶ,ぶち抜こうぜっていうのをやった結果ででそれ彼らは多分組織的にそれは正しいと思ってやってると思うんですよ。でまあそもそものそのオリンピックを誘致するときにあのシンガポールにあるアフリカのウガンダだっけなんかアフリカのどっかの国の オリンピック協会の息子がやってる会社のなんかななんだっけだイだらなんとかアソシエイツみたいな会社になんか2億円ぐらい払ってるんですよね。で要はそのそれであのまあオリンピックで日本に票を、まあ、入れてくださいねっていうので票を買ったんじゃないかっていうの言われていてで一応まあフランスの捜査があの国でそれを捜査してたりするんですけどっていう感じでまあそもそものそのオリンピックまあ,あの金で汚れたとこからスタートしてるねっていうのあるんですけど。 でまあ、その金がどっから出てきたのかっていうとあのセガサミーっていうところの創業者のサトミさんっていう人が、まあ、お金を出したらしいと言われてるんですけどただ直接出しちゃうとバレバレになるので一回その加納財団っていうところにお金を入れたんですよねあの、まあ、日本でその講館っていう柔道の立ち上げた加納治五郎さんの名前を使った財団っていうのがなんかポコッとできて でそこの理事長があの元もとも森元首相ででそこにさなんか里見さんがお金を突っ込んででそこのお金がシンガポールに行ってあの、まあ、買収に使われたらしいんですけどまあでもその叶内五郎財団は去年の大会で解散したのであのどういうお金のやり取りしたか分かりませんどういうふうにお金が動いたか分かりませんっていうので森さんはいや俺が別にあの名前貸しただけであの経理の動きとか知るわけないじゃんって言っててでじゃあみんなで調べようと思ってたらあの JOC の経理部長の方が自殺されました。っていうのがあるのであのなんだかんだ言ってやっぱりその組織を守るというのが第一義になっていて本当に正しいことというのはなかなかこ実現しないんじゃないかなと思ってるんですけどもはい。というわけではい長く説明しましたすいません。 今日のタイトルが、あの、人生は自分が選べないことでほぼ決まるっていうタイトルにしたんですけど、あの、内容そのままです。<laughs> あの、まあ、例えばあの、皆さん、その、日本っていう場所に生まれて、まあ、あの、日本語喋ってらっしゃる、まあ、日本じゃない人もいるかもしれないですけど、日本語喋ってらっしゃる人もいると思うんですけど、あの、それって大体自分が決めたことじゃないですよね。あの、お父さんお母さんがたまたま日本国籍で日本人出たみたいな。で、あの、身長ってほぼ遺伝で決まるんですよ。 で顔もほぼ遺伝でで決まるんですよなので、イケメンです、身長高いですとか、その美人です、スタイルいいですって、ほぼ遺伝で決まるんですよ。で、そうすると、あのモテるかどうかっていうのも大体遺伝で決まるんですよ。で、あの、勉強できるかどうかも大体遺伝で決まるんですよ。知能って5割ぐらい遺伝で決まるって言われてて、で、あとその、 残り50%も環境で決まるんですけど環境もその親が金持ちで塾に行かしてくれましたとかだとやっぱ大学受かりやすいってあるんですよ。っていうのがあってあの大体いい人類のそのあのあ先進国の場合ってその自分が決めたことじゃないところで物事決まるんですよね。でとはいえあの文句言ったからといってそれが変わるわけではないんですよ。であの 雨が降った時に、その、雲に向かって怒る人って、ごくたまにいるんですけど、あの、雲に向かって怒っても、多分エネルギーの無駄で時間の無駄なんですよね。で、それよりも、じゃ傘をさすとか、じゃあ,あの、雨降ってるから今日出かけるのやめようとか、じゃあその、建物の中で過ごそうとかっていうので、その、与えられた環境の中でいかに選択をするかっていうところで、その困らないようにするっていうのをやらなきゃいけないんですよね。普通の人は。 まああのずっとそのなんかあの天気に向かって起こり続けてもいいんですけど、天気に向かって起こり続けてもあんまりいいことないと思うんですよね。なので、そのあのあ親がチゃ失敗したよって人って全然いると思うんですけど、ただ親がチゃ失敗したよって文句を言ったとしても、まあ親変わらないので、そうするとまあ失敗はしましたと。で、失敗はしたけど、その中で手持ちのカードで何で使うかっていうのを決めるべきだと思うんですよね。で、 あの、僕の知り合いで死んだ魚目をして性格の悪いデブで、あの、ちょっと気持ちの悪いおスあの、メープルシロップを飲みながら牛脂を食べるおっさんがいるんですけど、で、あるあの、タレントさんというか芸人さんが、まあ、あの、そういう人だよねって公認したっていうぐらいあの気持ちの悪い人なんですけど、まあ、聖夜さんって言うんですけど、っていうぐらいその気持ちの悪い人でも、割と彼はそのなんか結婚もしてて楽しく暮らしているっぽいので、 なので、その、与えられた条件というのがそこまで良くなかったとしても、割となんとかなる人っているんですよね。はい、霜降り文字の人ですね。はい。なので、あの、結構その、んとかなる人を見,見てると、あ、こいつよりは俺イケメンだよね、とか、こいつほど不細工じゃないよね、みたいな。 のがあったりするのでなのでその下を見て暮らしてででもまあこういう人がいるんだっていうのであればじゃあ別に親ガチャ失敗してもなんとかなるよねっていうのでその成功例、まあ、あのそのそ成功例っていうか不イクでもなんとかなってる例を見るとじゃあ不イクでもいいってなるしその性低い人でもなんかあの芸能人と付き合ってます超大金持ちですっていう人もいるじゃないですか。 でも、が見れば、あ、じゃあ別に俺身長低くても全然大丈夫じゃんってなったりするので、なのその、自分が安心する材料を探して、それをうまく真似するといいと思うんですよね。要はその、あの、身長が低い。だからじゃあスタイルが悪いからモテない。でも金持ってたら芸能人と付き合える。じゃあめっちゃ金持とう。みたいなので、 じゃあその株とかってまあの運の要素もあるのでじゃあその会社立ち上げてやろうとかで会社立ち上げてうまく,いく人、例えば孫さんとかめっちゃ身長低いですよね。まあいいんだけど。っていう感じでその何かうまくやってる人の要素っていうのを抜き出してで真似できるものを真似するっていうのをどこかでやった方がいいと思うんですよね。その学校の先生が言うようなみんながみんなこうやった方がいいよねってそのみんなが進めるものって基本的に今外れになると思ってるんですよ。 今その、昭和の時代ってずっと右肩上がりだったんで、みんながやることを真似すると同じように上がってったんですけど、残念ながら、あの、令和の時代って右肩下がりの時代なんで、みんながやることを真似するとみんなと同じように没落していくんですよ。要はあの、平均収入って基本的にずっと下がり続けて、で、多分普通にやってると若い人たちって、その、契約社員だったり、非正規雇用側に入っちゃうんですよね。 で、あの、正社員とかだと年収500万ぐらいのに、非正規雇用だと、あの、年収170万円みたいな。で、そのまま居続けると、あの、要は、あの、真面目に言われたことだけやってると、多分ずっと契約社員のままだったりするんですよ。なので、その、そうじゃない道っていうのを、うまくやってる人をいかに真似して逃げ切るかっていうのを考えた方がいいと思うので、で、ただ、これお金の話で、あの、別にお金なくても幸せに暮らせるよねって人って、あの、別にもう、 日本が没落してるとか、就職が厳しいとかって全然関係ない話になるんですよ。なので別にあの、コンビニでずっと働いてて、なんかあの、漫画描いてて超楽しいとかっていうので、じゃあそのなんかあの、彼女、彼氏がいて、なんかあの、パートナーもいて、じゃあ子供ができましたっていうので、別にあの、コンビニ一生やっても死ぬわけじゃないんですよ。なので、あの別にそれでも暮らせるので、なのでもしその、の楽しい生活ができるんだったら全然コンビニでもいいので、 まず、その、なんか、お金に頼らないっていう道もまたあると思うんですよね。なので、まあ、そのお金があった方がいろんなその嫌なことから逃げ切れるんですけど、でも別にお金がなかったとしても幸せに暮らしている人って世の中いっぱいいるので。 でもその田舎に行ってじゃあ畑耕してとかっていうのやってその中ある程度食事の部分でその自分のあの畑で作ったものとまああの働いた分のお金でっていうので田舎だと米とか結構もらえたりするのでなのでその食費も安くしてで地方だからあのあのその家も安いよねっていう形で楽しく暮らして楽しく死ぬっていうのも全然ありだと思うのでこのコロナであで突然人が死ぬっていうのはちょこちょこ起きたりするので。 なので、なんか、どれだけ幸せになるかというのをちゃんと意識して、こう、お金からは離れた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、とはいえ、まあ、お金欲しいよねって言う人はずれると思うので、であれば、あの、うまくやってる人を真似するといいんじゃないかなと思います。<laughs> 本当にすいません。いや、大丈夫ですよ。あの、間に合って間に合ってる、大丈夫です。あほ、ほんと間に合ってる、大丈夫です。全然間に合ってるので、あの、午後日、すいません。あのお、お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみなさい。はい。